お前もし呂布が敵で出てきたら、はい、やっぱそこは名前分かったんだから。俺そうですね、ちょ呂布はね、この手で葬りやすわあいつを。ただでも呂布、はい、って多分さ、はい、その三国志の中でも絶対的に超強い、はい、強いキャラクターとして、ね、有名だから、おそらく強いでしょ。強いか。じゃあもうやっぱ敵が強ければ強いので燃えるんでね、うん、お前絶対もうどこに行っていいか分かってないでしょ。もう、うん、わけわかんないっす序盤からもう絶対あのこいつ話しかけた方がいいかな。これじゃない。おい、しかもアイテムゲット。うえいいね。あ、なそう、これをこれは爽快感があるよ。でしかも、うん、敵出てきたらこうやってもう重くそちょ、このチュートリアルはさあ、出ちゃった、はい、入れちゃった、いっぱい土地。ちょっとえ、多分敵湧いてくるんで。うまい。え、なんでそんなうまいですか。いや、四角と三角押してる。お前、四角と三角押してるだけだ。何ですか、なんか今やってない。ちょっとテクニック使ったんじゃないの。何にもしてない、まだ四角と三角。あ、こいつだ、俺殺された多分。これね、やっぱ三角。うわぁ、報復石膏、報復石膏来た。どうやったらこいつに負けたの。今連打してるだけだよ俺。これさ、敵にロックオンするとかはあんのかな。わかんない。ちょっとでも HP とか回復どうなんですか、できるんですかね。下とか上とかかな。それはちょっと、ま、減点要因ですね。減点だこれは。あ、生きてる、まだ生きてる、うん、道かと思った。これ俺もてっきりあそこに落ちるのかな。お互い2人とも疑ってなかったよね。疑ってなかったそっちだよな。そういうゲームなのかと。こっちから来てちょうどいいタイミングで丸押すと、はい、はじけ、それで弾けるのか、うん、来いよ。これでしょ。これですよね。それですね。いや出るんですよ俺は。これはね。あれだよね、今のだよね。これだよね。来いよ。かっけえ。あっ。おわっ。え、多分これさ、ただのショートカットだと思うよ。ショートカか。そう、こっからこうやっていけるようになったよっていう、ショートカットもありますよっていう。そういうことか。あ、でもなんか確かにそういうのありますよね。そう、で、こっち行くんじゃない。で、スタート、だから要はやられたら、うん、俺は今、ショートカット開いたから、次こっからってよってことだね。あ、次こっから行けるのか。そうそうそう。あ、それは便利だ。おばちゃんみたいな俺だな。あ、それは便利だ。実況者ですらなくなったんだろう、私は。実況もそうですよ。アイテムも拾えない。当たり前のことしか言わない。ゲームができない。僕、俺たち劣化してるわ、この2年で。この2年で俺たち劣化。やっぱ衰えてます。やっぱ衰えてます。全ての能力が。なるほど。下がってます。下がってますね。グラフが結構。いやいや、もうね、小さくなってます。それぐらいがちょうどいいんですよ、もう。そっからまたこう這い上がっていく。そう、這い上がっていく。それが大事なんだよ。でも今ので、うん、うんこちゃんがその外側開けてくれたからもういいですよね。そう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 。ナイス回復。いいですね。うまいうまいうまい。そのなんかラッシュいいっすね。後ろから行ってな。うん、そこに、うん、俺ぶつかって必殺やろうって。ちょっと待って。うわー。なにこれ。今来たこじゃん。今のだ。必殺返し。え。俺でも今初見で違う、今お前の方見て、ま、その反動で丸押したって。意味が分かんない。その感覚で出せるんですか。こうやって出しちゃった。全くもってして成長がない。すげえな。これね、移動がね、全くストレスなくていいわ。うん、うわうわうわ。ちょっとイライラしてるね。今自分にイライラした。うわ、ナイス、余計からの。すごい、負けない。これもうゲージが6までいってるじゃないですか。ねえ、ちょっと先に一回しまうか。しかも回復のアイテム増えてんな。あ、ほんとだ、回復。そう、いやー、うわー、うわー、今の家計決めた。すげえ、おい、才能。ちょっと待って。すごくない今。ウォールの才能が開花してる。超おもれえよ。モコにやらせねえでしょ、こら。全部俺やろうかな、これ。その方が早さそう。そう、面白いや。一面のボスはお前倒せよ。俺初見で行っていいっすか、じゃあ。うん、初見で行っちゃおうぜ。初見で行って、あ、このゲームぬるいなと思って。
何こいつ人間だ人間系か俺たちに歯向かうやつ長領だあこいつが敵なんだかっけえうわ俺初見で言っていいすかマジで俺いいよガードしねえなお前あガードこれ多分うんこちゃんこれね面白いですよこれ多分マジでこれ多分結構ねうんこちゃん向きかもしれないうんこちゃん結構対人戦得じゃないですか俺得意俺結構モンスターなんだよなそうなの、はい、じゃあ大根刀でいくかうわーさあ食らってうわーうまいかけいやーやっちゃったうわーうわっとしかしここ掛け入れかわしてうわーうわいやーわー惜しいいやめっちゃ惜しかったいやこれだいなんかこれ初見ねこれむずいべこれだ今のやつですよねうんモコさん頑張れモコさんモコさん頑張んないといや俺必勝見つけたなんか連打ラッシュがめっちゃ育ってる壁にもう押し込んで、ね、あと掛け入れ連打するちょっと待って掛け合い出ろおい出ろお前連打すんだ連打してるから出てんだ前に投げてるお前あこれだこれですよね全然違う掛け合いが出てるお願い掛け合いになってるこれだこれこれは半分削ったようまいこの掛け合いの掛け合いラッシュ俺の掛け合いのうーら掛け合いだよここお前がこれいけそうっすここちょっといっていいっすかこれマジですごい今さちょっとこれ多分ねあのこれゲームがすっごいよくできてるから、はい、うめえってみんな思ったでしょモコほど手見ててほしいもうずっとこうやってガチャガチャガチャお前感謝しろよなあいやもう素晴らしいゲームセットいけーって言われていけー連打しただけだぞ連打にいけるんで途中からあこいつあ待て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 今ちょっと にしちゃったもったいないもったいないがうわやばいこれおもんないいやおもんねえなこいつもいや任せろちょっと今のも抱え死には良くないわ回復をこれ大丈夫これ大丈夫 OK うまいうまいこれはいったほら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 いやいいっす残しいいっす残しがいい何がええあのあれです HP と回復っすあ、OK OK なんかもう名コーチぶりよないつもなこういう時いや残し良かったんですよ今のあーなんかこれどうやって避けてたんですか今かけこれかじゃ、かけ、かけだこういうことだ、これかけ、あ、できてる、ね、今できてない全部かけ全部かけを狙うかけこれかけね一回もできてないなんか間が合わねえな、こいつ一回もかけできてないかけかけ、かけ、かけかけ、かけ、かけこれ加減するわこれ加減するわこういうゴリラはもうあれなんですか相場が決まってるんですよ加減しとけば勝てないちょっとお前さ一回敵の動き 見ようぜ、うん、俺がじゃあすっごい粘るからちょっともう動きしっかり見切ってじっくりあこれしかもいや初動かなあーやっちまったよこれ頑張れおもろあ、ダメそれなにそれうわ暗くなった先に真偽です今のはやられる前に暗くなってたよねちょっとなってましたなってました諦めた今ゲームが先にこれちょっとクレームっすこれ今これクレーム入ります、うんこれ良くないわ良くないよな、うん、先に諦められたよ ねこれダメっすねこれ直してもらわないとあこれあかんわこれはダメだなちゃんと言います言いますちょっと言ってください、はい、
かそれやられてた俺もやられてたのかやられてたことにすら気づかなかったじゃこれうんこちゃんのため作ったんじゃないですかこれ、ねうん、本当にこれ戦闘マジでおもろいちょっとじゃあ俺もそれをお前さっきもずっとウォーロングって言ってるけど、はい、ウォーロンだからな香港のお前香港のことホングコングって言ってるそうそう K 発音しないんだ発音しちゃうんすよね俺どうしてもなんかあそうあのイギリス英語と普通の英語みたいなそうなんですよなるほど、ね、っちゃうんすよそっちタイプの K を発音するタイプのあれか発音しちゃうんすよ俺あじゃあ G ごめん G ね G まあでも正直こいつおもろいんで、うん、何時間でもいけますね8時間ぐらいやろうぜ8時間ぐらいいいっすよ俺寝てくるからさずっと遊んでたよちょっと遊んでいいっすか俺普通にあの勝ちとなってもあと負けるんだけど、うん、やっぱやりもったいないじゃないですかこいつ勝っちゃったらほら何がほらなんだよそうこれに多分こう中盤からなんかこう往復してくるんですよ掛けしないと差しだ来たあーなるほどねこれこれなんですよこれはやっぱやってみないと分かんない難しさからねこのディレイがちょっとねお前なんで嬉しそうなんだよお前がやられてよおいどっちの味方なんだよいや違うせやねんみたいな顔してたいや違う今のいや今の分かってくれて嬉しかったですよちょっとお互い見合ったもんねそうだよねつってねただ正直うん、あれは難しい、うん、うんこちゃんあと 2,3 回あればいけそういやあのうん、突進はできるけどやっぱこれむずいわこれむずいっすかやっぱ、うん、あ、超無視流やられたあと差しだよ多いよピお前ヒヨルだ一回食らってバッタリ出すなお前お前一回突進食らったらなんでバッタリなんのいやもうあれで恐怖ですぐバッタになる、一回やっぱあのダメージしちゃうとね俺多分完全動き 見切ったわマジですか一回やります一回ちょっと出してその代わりでもあれだよ、はい、はい、俺がもし万が一これ倒したら、はい、嫁最初から最後まで全部お前がやるんだよそうですそれはもう約束しますそれ約束しますもう間違いなくあ、やべえ、なくした自分から仕掛けることなんてほとんどなくていいこうやってやられてしんじゃんお、生きてたあ、無理俺が言いたいな、それこれ、きついですよねそうこれやっぱ、見てほしかった、うん、あれがワンパンなんだよなお前、俺がやられると嬉しそうだな嬉しいやいや、普通に残念ですよ、やっぱいや、常にやっぱこう、ね最速のクリア目指してるの俺なんでこれはね、うん、知らないですなんかこいつ独特の場があるんで先輩ぶるよな、お前このイノシシに関してはこっちは経験値言ったらお前、ほうき側だよな、なんかこいつの名前知らないだろお、知らないですこいつほうきって言うんだぜこれほうきっすかうんほうきあうんうんうんあれにしたあ、さあ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 ほうきってどういう意味ですかおるいや知らん名前だそんなこと言ったら豊かってどういう意味なんだよいや育むっていうこれの後にもうちょっとだけ入れてですぐに丸で逃げると思うんですよねずーっと好きな人好きな人本当に好き待ってよどういうことですか今のあやばいやべ死ぬ死ぬ耐えて耐えてそんなくしゃみしてましたっけ今まで、うん、え、何よそれ来るこれだおぉで、スタンするからもうそこあっしゃ死んだうわぁしゃなんで落ちましたあいつそんなことあんのこれですそんなことあんのあのもう雷鳥の倒し方これなんですよ何この平等な世界俺たちだけじゃねえんだ落ちたら死ぬんだちゃんとモンスターもあいつらもちゃんと落ちたし所詮でも万物の生き物に過ぎないんで確かにね、はい、俺たちだけだとずるいもんなそうですよナイスナイスナイスしゃしゃ倒したえ
どこだ。ちょっとな、お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 、一服できました。なんか近くないですか。近いっす。なんで何も言わないですか。やばい、やばいやばい。あのドラゴン、あの倒しても意味なさそうだったんで無視しましたわ。変わったね。ね、何ですか。ちょっと一旦スルーしてます。オッケー、まあ、1回は倒そう。でもあの1回倒してるから。え、そうそうそう、そうそうそう、1回倒してるんで。食鉄獣は金鉄を食べることのみ。金鉄バッファじゃないよ。金鉄、あ、そっちじゃないですか。金鉄を食べることのみ興味を持ち、人間に害をなすことのない妖怪。死ぬじじい。回復もあるからな、モコ。オッケーです、あと1個。もう超人カウンは起こさなくていいと思う。オッケーです、こっからでも単独でいきます。うん、単独でいいと思う。HP 減ってくるよ。これ賭けでしょ。アップでーす。エガちゃんじゃん。お前実況のスタイルが変わってきてる。あ、いやいや、チャンス。これ、ナイス。クシダッシュいける。あと5分の1。来いよ。うわぁ、回復1個あるから大丈夫だよ、落ち着いて。もうない、もうないから、あとはもう攻めるのみ。大丈夫、バッタリだな、モコ。モコ、バッタリだって。終わる。バッタリだよ。一旦深呼吸、一旦深呼吸。これ、かけ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 。一旦深呼吸、落ち着けば勝てる。かけするわ。うわ、マジでもう悔しいっす。うわ、かお前ダメだ、あの没入度が高すぎてさ、一発食らって、うやーってなってる、お前。すごい。あおりゃ、なんでそれ、何それ、なんか変な、変な、今弓。うまい。おー、やるの、かっじゃん。で、しかも最後、あおるよ、これ。これナイス、マジで。これ本当完璧。これはすごい。ちゃんと土下座もしてる。やり方わかんないけど土下座。こいつ強えよ。強えよ。これよく決めましたね。あのさ、あのボタン外したくない。こっからちょっとね、なんかあのボタンだ、あれ邪魔すな、あれ。久しぶりに例の。これっぽいやん。てかモコまだぶっちゃけさ、あんま眠くないっしょ、はい、あんま眠くないですよ。俺が逆に先に休憩行ってさ、はい、あの朝方チェンジしてあげようか。3時とか4時ぐらいに。いいんですか。その方が良くない。全然それだったらずれてた方がいいでしょ。あ、でもまずれた方がだよ、ね、絶対いいです。何時間休憩で行く。いやでも全然がっつり寝てもらってもいいし。じゃあ昼の12時に帰ってくるね。それはちょっと長すぎるかもしれないです。11時間欲しい、うん、休み。マジですか、うん、パチンコとか行きてえし。遊びに行くんですか。配信中に、うん、マジですか。じゃあできたらちょっとまあ8時間ぐらいで。いや8時間も長い。8時間も長い。じゃあ4時間、4時間休憩。4時間休憩。あ、で5時に帰ってくるわ。あ、わかりました。ジャスト5時に帰ってくる。ジャスト5時に、うん、オッケー、そうで、その時間だったらもう多分眠くなるし、はい、ちょっと多分眠くなる。そうですよ、その時間だと。だから4時間休憩で回していくか、うん、あ、わかりました。だあの頼んだよ、もうこう。じゃあいい感じに。あ、じゃあもう今から行かれる感じで。そう、オッケー、オッケー。じゃあそのバトンタッチするときに、はい、なんかそのまださ、俺たちが知らないシステムがさ多分あるじゃん。あ、多分あります。モコしか多分知り得ないシステムも、うん、出るから、ちゃんと俺に教えてね。あ、オッケー。そこはちょっとしっかり共有するんで。そう、レクチャーできるように、はい、あのしっかりしといてね。オッケー、オッケー。はい、やっときます。じゃあ皆さん、はい、多分長期戦になるんで、うん、1時間1面ペースでいく。ちょっとしかも ゆったりした体勢で。なんかさっきうんこちゃんさ、弓のなんかねえエイムみたいなのやってたから。え、なんかしかも武器もクソ強そうなの来てるやん。鉄拳、何これ、魔法剣。今持ってるのが179。今使ってるのがこれですよね、プラス1。イライラしてきたやろ。こんなもんちゃうからな。お前
うんこちゃん起きるまでこのマップやるからな、お前その覚悟見ようよ、ほんまに進める気ないから、お前うんこちゃん寝てる間にお前一目もクリアせずにお前寝るから俺ここにいるやつ何やねん。ガードがね出ない、とっさになんかもう、なんていうの、エイムアシストみたいにもう自動的にガード出るようにしてほしいわ、これ出せないわ。うおぉガードが、あの、なんていうのかな、ガードはボス戦以外で出したら負けやと思ってんの俺。これモブキャラ相手にガードとかしたくないやん。全員ご利用して殺すのが俺のモットーなんで、ガードはなんか嫌やわ、プライドがそれをさせないっていうか。中ボスとかでガードはなんかちゃうねんな。あーほら、それは通用しねえんだ俺には。これさせそう。はい、倒した倒した。まだ終わってへんのかよお前。このもうきしょいわ、もうもう倒してんねんから、お前負け認めろよお前。往生際悪いねん、内容で完璧に負けてるくせに。お前 HP が高いだけやねんて、弱いねんて HP 高いだけで。なんで、なんでこんな生きがってくんの、気持ち悪いわ。やばい、あいつが、あいつがいなかったらどうすんだよお前。ここで救出な、 R ボタン押してんのに反応してくれよ、頼むからボケ。R 押してるよねこれ。 R、 これはもう普通にバグったからしょうがないな。もう俺ちゃんとやったもん。なんか感触悪くないけどね。え、まあ、R 押してた、これ 俺が押してたから、それもしょうがない。え、さ、な、それ、あ、きっしょ、お前もうクソ、こいつシンプルにゴミやねんけど、どうしたらいい、みんなシンプルに こいつゴミすぎんねんけど、どうしよう。ちゃんと俺が真面目に対話してんのにさ、拒否ってくるやん、そういうのを。そういうのゴミって言うねん。な、こいつ、このあれやな、やっぱこの三国志ね、俺は知らんけど弱いねんな、やっぱ歴史の人間でみんな。こんなんにさ手も足も出ないやん、尊格だかなんか知らんけど。三国志のキャラって弱い人しかいないんだ。普通に失望したわ、なんていうかがっかり、幻滅した。ここは拠点になっていくのか。20から行きたかったわ。なんかでもちょっと今のとは打って変わって、めっちゃこう画面が明るいから、うえまずは手始めにして落ちていくっていうのはね。あ、これかな、これも無視でしょ、こちらは。こいつらもう無視です。楽しそうな、少し休んだ。まあまあ、あの寝起きなんでこうしょうがないです、これは。こっちか、こっちです。ガブのミッション。まずはさ、一回相手の動きを見ないと。一回見たいですね。俺が寝てる間に旗の模倣っていう二つだから、もう旗取らせたらもう右でもいない。あ、もうそうっす、俺旗見つけるだけはもうクソうまくなったんだよ。そうなんだ、はい。それ以外の操作全くできなくなってんじゃん。それ以外の操作もうずっと移動すらだもん。お前コメントでネタバレずっと待ってんじゃん。画面見ねえってコメントずっと見つけてんじゃん。
旗の猛攻が効いて呆れるな。バレましたバレてた。こっからどう何が起こるか分からない。全く他のシステムをさ理解してないじゃん。いやそうなんですよそうなんですよじゃねえよ、えこれ移動したら旗消える。そんなわけないやろあ、戻ったら終わるらしいです。じゃあダメ、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 ダメだダメだ、じゃあこれでいこう。ちょっとせ、あの交渉じゃん、邪魔。うまい。それさえ決めれたらなんかいけるな。で、清流ぶっ込まなきゃ、これ。うわ、清流きたちょっとあ、俺説明してなかったっけ。なになに清流の効果分かったんす。分かんない。回復なんすよ。そうなの。そうなの。でも自分はってこと。俺、ちょっと言ってなかった。自分が回復するってこと。あ、自分が回復するんすよ。なんで、うん、こう、畳みかけた時に使ってゴリ押すっていう。すいません、ちょっと誰こっち可愛い。いや、しっかりかけいかまして見とけ、僕はここで清流。あ、清流まだ溜まってないです。ど、あのさ、清流のゲージどこ。あの、右のあの青いやつです。一番右のやつ青いです。ゴンの…清流…清流…はもう回復なんでちょっとまたそれまた言いますわ。それ言って清流強えって言うからさ、使ったのにさ。そうっす、もったい。なんか清流ここで清流よちょっと俺がまた見本見せます、清流の使い方を。 OK、 じゃあいいところで清流。いいところでちょっと、すみません。うまい。いや、いいかけ。お前やってできていいんじゃねえよお前、俺やってんだろ。確かに、ちょっとね、清流の権利も家計の権利もお前なの。ちょ、清流だけです。うわ、やべえ。うわ、これ清流行きましょう。僕は清流やない。清流、清流。どうするこれ。これでもう、この輪っか内で戦うだけです。無限に回復入るね、これ。この輪っか内でちょっと出ちゃってる。あ、ちょっと出てるわ。これ輪っか、そうそう、そこにも入る、回復入るんだ。そうそう、そこに吸って、こういうことね。そうそう、耐えてる耐えてる耐えてる、だいぶ耐えてる。ああ、いや惜しいわ。いや、今のは俺も回復使ってましたわ。俺回復使ってねえよ。使いませんでしたっけ。使ったから俺は家計を守って、家計を狙ってたんだよ。あ、なんか使ったと思ってました。あ、なるほど。使って無理やり生き残るみたいな。これね、家計のコツなんですけど、うんうん、できればこの高翔ちゃん、うん、残ってる状態がベストなんですよ。高翔ちゃんも家計入るんで、家計じゃないの、整理入るんで。ああ、なるほど。そうなんですよ。なんで、ちょっと俺がちょっと見せますね、うん、もうなんか良くない気がする、このさ、インファイトで、これ、ね、四角連打してんのいうふうに良くない気がすんだよな、俺。来て、ちょっと。あ、でも整理こんな変わんだ。そうなんですよ。これね、こうっす。先が思いやられるな。ちょっとトイレ行っていいですか。ちょっとしばらくね、ちょっと行ってないですね、トイレ。行ってちょっと一回トイレ行こう。じゃあ、お前が帰ってくるまでに、はい、もう1ミリにしといて、帰ってきた瞬間に倒すわ。はい、分かる、ちょっと。じゃあ、何度か耐えてください、その1ミリで。Okay、 倒さないようにしよう。ちょっと頼みます。あんまり。ほら、家計からの回復回復清流だろお前もう名前、あ、それはね、もう、うわー、すごい、ハンドレだ。お前の顔見ながら家計出した。すごい、ここ家計で決めちゃうんですよ、もこうさん。すごい、ノーモーション家計、目隠しでやろうぜ。目が合ってましたもん、はっきりと。でしょ、座った時にはっきりと目合ってたでしょ。画面見たら家計になってたもんそう、すごい。え、あれだよ、一体ボス倒したらこうだから、はい、俺次仮眠だよ、俺マジっすか。マジっすか。嘘じゃん。マジっすか。そうだよ。え、マジっすか。そう、そういうんじゃなくて。ちょっと俺いつ救急しようかな。
サージ。いやでも確かに、うわでも俺エナドレ飲んじゃったら寝れねえかもなこれ。お前でもちょっと寝てた方がいいよ。おもろこのゲームマジで。ただの人間やし。すごい。総兵になったな。総兵で言って。総兵で言いますかじゃあ。抗菌閉鎖でこれじゃない？私も噂で聞いたことどうしたの？これ高所じゃん。どこだっけ？これ下下になんかなのそれ。ふざけんなよ。あの下の多分民家かな。ん？戻るだけか。ちょなんでこいつ自分で歩かねえんだよ。不屈ランク 1?これなんだ？え、てかモコじゃあさ15個取ってくれたってこと？あいつ15個取ってたの？旗のモコじゃん。あいつ15個集めてたってこと？いなくなって初めて気づいたよ。いやなんかさ一気にさガンガン上がっていくもんだと思ってた。そんなわけじゃないんだね。いやー、くそ！いやー、すごい俺！すごいんだから！それ返せるんだったらもうすごいわ！すっごいうまいわ。いや、まずこいつの士気が7あるんだけど、ねえ。あの、旗持ってるやつがさ、ボスより強いんだけど。いや。じゃまずこいつが強えよ。こいつ倒してる間にボス倒せるよ。でボスより士気高いよ。いや。やべえ、なんかこいつ動き出してる。いやすごいでも。すっごい、それを避けられてしまう自分が。ちょっと本気出しすぎ。第二形態やべえぞ、これ真ん中集めなきゃダメだ。あ、ちょっとソース邪魔。え？お前それ！オッケー。いや、みんなアイテム使ったらソースを帰らせることができる。でもソースを帰らせたら俺の言い訳がなくなるじゃん。今ソースのせいでうまくいってないみたいな空気出してるでしょ。手を貸してやろう。キモすぎ！キモすぎる！最高！キモすぎてマジ最高。もうキモすぎてマジ最高。旗絶対飛んでるわ。モコ来るまでずっとこいつ遊んでるわ。でモコに旗を刺させる。で旗捨てるってできないの？これ一個にしようぜ。旗いらねえよ俺。旗あいつが拾うんだから。もう絶対旗拾わねえかんな。手を貸してやろう。弱じゃねえよ。もう全然回復ねえのにここで毎回使わされる。そう、今髪型グレーの久志さんを意識してます。全盛期のね。俺久志が憑依してるから相当強いぞ今。本気でいく。この姿をまさにここで出すとはね。ゲージの回収しっかり。ちょっと待って、久志の部屋が邪魔で見えん。おい、久しじゃなければもう。マジで今前髪でマジで見えんかった。おい、マジかよ今。本当に見えなかった今。手を貸してやろう。終わらせてやるよ、ほら終わらせてやるよ、ほら。はい、バカ知ってる。それもそんなのもうずっとし、はい、最後、久世勝は余裕。うわ、やば。
うわチャス。ここダメよ。よし。わんだこれだ最高だ一番面白いやこうやってぐっちゃぐちゃされてる時がやっぱみんなもあるよね忍者にぐちゃぐちゃにされたい願望みたいなの一番面白いからね30人ぐらいの忍者にぐちゃぐちゃされてる時がクソ早いで一番面白いそういうのがマジで一番おもろいで死ぬほど戻されるこうやってすごいマジでもう強い全然楽さしてくれないマジで楽さしてくれない朝のさこのディレイは死ぬね朝ディレイよ夜ディレイとわけ違うかなを貸してやろう危ねえ今普通にさ家でやってる時みたいに兵士と同じさプーとか言ってあれ今日の放送は兵あり兵ありだよねちょっと待ってもう一人増えてないあれなんかちょっとずつ増えてんのこれあれ増えてないえでも勝てるあー意味ないんだこれ最高だこれさジジイのさ坊さんにさぐちゃぐちゃにされたい願望めちゃくちゃあるからね俺しかも魔法使ってくれたらなおよし一番おもれえかそういう系がほら来いやほら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 ほいやほら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 ほいやほいやほいやほら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 どうしたどうした出してうわ煽るわあもう全然ほらほら余裕そうそうダメ俺にとどめさせるなんでお前がとどめさせんだよなんでお前がとどめさすのええ最悪キルパクされたくっそ今見切ってたのに魚振られたオーガッパじゃんいつぞやこたびも存分に手柄を立てるがいい死ぬほど怒り方だしねいいねやっぱ上半身鍛えてるからねひまわりの種食いながらやろうかな俺プツってメジャーリーガーみたいにくるなよなんか新しい攻撃してきてるねえただヤバくなっおい血の果てまで追っかけてくんじゃないかこいつらどうすんだこれ
おい、地の果てだよこれ。いや、焼き殺した。ダメねえ、今相手もねえ、ちょっと待って、こいつ今おねかこしてたよ。そんなことあんの？チャキってた今。いや、ちょっと待って、おねちゃきしてんだもん。それやられたらもう俺も久しになるしかねえわ。やばい、マジで。ちょっとみんな助けて、これどうすればいいの。あと旗は右上、右上のレーダーで分かりますよ。で、まさかの右上のさ、赤く光ってんの旗。しゃあ、いや、いい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 、これが大事、これが大事、これが大事。一つずつ一つずつ。いや、もうだいぶ強くなった。これ今俺いくつ？全然だね。でこうやってラグビーのように敵の陣営にちょっとずつちょっとずつ入っていくことが大事。そう思わない？牛歩戦術切れなかった。ちょっと待って、これずるい、ずるい。やべえ、いや不退転、もうこっから。お前勝ったと思っただろう。負けた。いや、多分僕もまだ寝てるからさ、多分この呂布が出てきたら起こしてあげよう。あいつ三国志で知ってるやつ誰って言ったら呂布って言ってたから。それまでちょっとゆっくり寝かしてあげよう。あ、違うわ。え、でもさ、その途中、そっか、途中からさ、マップ見るとさ、はいはいはい、何が何だか全然分かんなくない？で、しかも俺も説明する気がない、お前に。あ、ちょっと、そうそう、分かんないですね。結構あれですね、こう歴戦の顔してますね、はい、気づいた。俺が寝てる間に、はい、だいぶ戦ってきたんだなって。なんだっけ、ラグやばくないですか、なんか。ちょ、お前そっちや、こっちだよ。やべえ、こっちがメインモニターだった。こっちメインだった。しかも死んでるわ。うわ、すいません、しました。これもうダメだ、クリアできないよ俺たちじゃ。ちょっとやばい、諦めよう。いや、諦めます。無理だ、このステージむずすぎる。ここ確かにやばいな、なんか どこへ行けばいいか、もう脳みそが忘れちゃった。忘れちゃったんですか？忘れちゃいました。マジでどこ行って俺何してたのか。俺何してたんだっけ。これ相当脳がちょっと疲れてますね。俺今何をしようとしたんだっけ。ここでなんかさっきのところ、ちょっと待って、うん、戻った方がいいかもしれないです。なんで？あれやっぱ開くよな。どこ？いや、俺一瞬見えてたんですけど、忍者の、あった、まあ、ここの扉、そう、ここ、さっきの3人いたところ、3人一緒、うん、ここ、あ、この裏か。この扉ってどうなんですか。これ開かないんですか。これ開かないよ。開かないんだ。すいません、なんか OKOKOK何ここ。
新しい、あそこの下僕は地獄だぞ。あ、これ地獄か。うん、あ、地獄だ。なるほど。俺もそういう、俺もこれで、はいはいはい、ここやばったりして2時間経ってた。ここやばいな。探索してて、あたねえよっつってやつは2時間経ってた。ここやばいっすね。敵も強いしさ。こいつやだ。え、なになに今の。え、今のあれじゃない？違うわ。いやもうもうもう。ここマジ心折れない。これやな。靴1でさ、迷い込んでさ。これやばいわ。これちょっともうこう、なんとか。これ激アツっすね。激アツだよね。今の武器とどこ合ってる？これ言っていいの？これこれやったらどうなんねん、おい。これ、もう振り直せってこと？うわっ！何これ？最強になっちゃった。読め、え、だ読まない。いいんでしょ。だからこれでいい。だからとりあえずそのもうどれに振ればいいかだけ教えてくれ。読むとかじゃないねん。どれに振るかよ。その過程はいらんの。結果だけ欲しいねん。そこをお前らちょっと激しがいんなよ本当。あ、なにこれ、バグちゃった。はい、行き行き。あ、うそ、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 リフレッシュした。え、そんな経ってないですよ時間。いや、はい、相当リフレッシュしてた。マジっすか。マジ。この短時間ですか。この短時間で急速にパワーアップした。え、もう俺に作戦がある。はい、あのやばいっしょ。こいつやばいっす。リレー作戦でいこうぜ。リレー作戦。一人一匹ずつ倒してチェンジしていこう。あ、なるほど。絆パワー発動しよう。絆パワーで発動、うん、いい、いきます。後半に使いたかったんだけど、はい、絆パワーでいこう。で後ろにやっぱ人がいると負けられないじゃん。いや確かにちょっと意識が変わります、ね、意識があるでしょ。じゃあちょっとじゃあまず 俺からそう、もうこうからね。絶対に目の前の敵一匹倒して交換ね。 OK っす。もういいよ。よし。俺がさ、もうこう頑張ってさ、ボス戦まで行くからさ、はい、お前このボスマジでお前が倒した。俺ボス、俺ちょっと倒しますよもう。うん、おー、かけいだ。つえつえつえっす。あ、バブラーじゃん。これはオッケーです、オッケーです。ねえ、もう生きてる、生きてる、生きてる。もう許せえ、僕は。いや、ナイス。今お前が止めてくれてたんだけどな、はい、すごい90度止められなかった。止められなかったっす。血だらけだったらお前の手で。うわ、べっとりだこれ。べっとりだった。お前がもうじゃあ止めたかった今のは。止めてくれたのにな。止めたかった今の。ナイスの。おーら、モコさん。嘘、やった。上マジ？よし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 。これいく。これボスじゃない？これボスだ。なあ。え、これいくか、すげえわ。今よかったね。ちょっと家計の連動が違う、マジで。あんたの番。これちょっといけちゃうんすか。じゃあ俺がこれ流れに乗って。お前なんかあとあれだな、自分がやってる時はコーチみたいな目線で喋ってくんな。あ、そうっすかね。なんかちょっと夢中になっちゃう、夢中になっちゃう。見応えある試合だった。あ、ボタンミスった。一回逆にじゃあ俺がやってさ、はい、俺粘れるからさ、はい、お前呂布は絶対おめえが倒せよ。呂布はじゃあ、うん、ワンチャン。ワンチャンじゃなくてお前が倒せ。ちょっと倒します。生身で突っ込んでくれですか。
かパターン、ここ決まってて。馬に引き殺されていく。全部入ってるわ。一回休憩しな。結構引き、マジか。これやべえな、向こう。こいつちょっとやばい感じっすね。え、この人強い。何これ、ガチで言ってんの。それはこれ取りますか。取りましょう。取ってきますわ。もちろん。ちょっと膝枕で寝かしてよ。膝枕いいっすよ、いいっすよ。今日やばい光景っすよ。特等席で見させてもらう。どうやって行ったっけな、今。うわ、もう馬、お前さ、邪魔すんだよ。俺、あいつ足折っていいっすか、俺マジで。馬ってやっぱ足折ったら終わりって言うじゃないですか。足折ったのかな。両夫の両夫の、はい、はい、関戸場の700キロぐらいするじゃない、あいつ。足折りますよ、ほんとに。後ろまた蹴り殺されるぞ、お前。半分されるぞ。それまずいっす。俺さ、もう呂布は絶対モンゴルに倒してほしいから、はい、俺マジで寝てくるわ。俺ちょっと寝てくる。俺倒してなくても。モンゴルが呂布倒した瞬間に起こしてくんない？わ、はい、かりました。マジで本当完全に寝てくるわ。それだと多分15分ぐらいしか寝ないと思いますけど、大丈夫ですか？大丈夫。大丈夫ですか？オッケーっす。じゃあ3時間ぐらいと。ゆっくり寝てください。はい。これ欲張っちゃうな。また使ってみるか一回。馬うぜ、マジ殺してあいつ。ちょっともう動物虐待かもしれないですけど、普通馬殺しますわ、ちょっとほんと。うわー、これ集中力切れたら終わるな。これちょっと終わるわ。青龍ねえ、青龍。ああもう、なんか生理的に無理やねんけど、どうしよう。みんな飛ばせへん、このボス。後回ししようぜ。これ無理やわ。これ今の収集力で多分何時間かけても無理な気がしてきた。あの耐久力が高すぎんねん、無駄に。内容で勝ってんねん、もう。耐久力が無駄に高く設定されてるから、それで勝てない。もう全部見切ってんのに。うわ、ちょっとこれ無理だ。うわ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 。もう普通に寝るからね。別に帰って寝るし、俺普通に。無理やもんだって。これね、やっぱ集中力が切れるとさ、あのちっちゃい攻撃が家計的になる。ねえ、いやこれね、頑張っても無理なも無理やから、ちょっと普通に今5分だけ寝るわ。今から5分だけ寝させてくれ。意味がない。この5分は睡眠に使った方が多分まだ有意義というかね。一瞬だけこうリフレッシュしないと、これ無駄やわ。うん、
いやだって頑張っても意味ないね。そのあの頑張ればいいってもんじゃないからこのゲーム。メリハリつけなきゃこれ余計に時間があるで。なんかモニターこういうモニターできないですかね。この体勢だったらいけんだけどな。ちょ腰が痛くなってきた。ちょっと一回これでいくわ。多分なんかもうどう見てようか関係ないと思う。全部タイミングよくボタン押すだけだからこのゲーム。もう回復たらん、もう回復たらん。ちょっとこれちょっと一気には無理や。これもうゆっくりやろう。あれこれ一気に無理だよ。一気に無理だ、申し訳ないけど。なんかちょっと武器弱いよな。こんな手数必要じゃないと思うぜ。でもおかしいもん。武器なんかいいのある？他にちょっと教えてくれん。でもこの武器じゃ勝てないわ。武器っていうか火力。え、仲間呼べるってどうやって呼ぶん？
そんなに変わってるかな。はよやれやれ、お前何して、こいつだあかんわ、お前もう首、お前やる気が感じられないもん、今の完全に隙があったやろ、なんで行かないの、ウルト、こいつがやる気ないやん一番。え素手やった今の、それはきついわ。じゃあいや俺もじゃあもういいや、もうダブルで読むわ、もういやもうできること全部やる、もうじゃなきゃクリアできない。いや別にこのままあと40時間くらいずっとこれで積み続けてもいいけど、クリアしたいから、無理やから、こんなもん無理やろになってんねんから。いやカーン読んでもう一体いける、これダブル召喚するわ。もう一一人誰がおすすめ、これ水の強いぞ、いいよな、誰がおすすめ、超運、もう一匹誰、もう全員呼べ、もう もう全員集合、オールスターで行くなあ、オールスター行ったろうかな、これもうちまちま2人とか3人呼んでさ、無駄にするよりさ、ちょ俺一回マジオールスター行くわ、これ呼べんのこれ、いけるわ、あ、ちょダメだ、あ、ほら2人までや、ほらこれをかけかましていく、おい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 、密属性がっつり冬からの、ぶわっこり冬からヘイトは俺に向いてんな、来いよいいよ、来いよおめえやってみろクズがよ、おめえ来いよ、全部かけしてやっから、俺がこの水のブレードでね、はい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 、全然ちょかましていくかもあっ来い、かけしてやるよ、だからおめえがそんなに死にてんだったらや、しかもドラゴンもいるからな、うちにはもうドラゴン召喚したのかもう。さあ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 来ましたよ、僕たちの時代が。もうお前が欲とかなんかカッコつけてもう生きがれる時代終わりね。これからはもう俺がこの戦国時代を切り開いていく。切り開いていくんだよ俺たちが。こんなお前馬乗って一人じゃ何もできないようだな。ゴミ武将にやっぱ負けるわけにいかないんで、ほらそれも家系だ、あっやばい、家系からの、何今の、なんか家系かもし、あダメだ、雑になってるわ、味方が増えたせいで雑になってる、やべ、ごめん終わった、これ無理だ、帰るわ俺、あーちょっと無理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 、ちょっとこれダメだ、どうしようもなくなっちゃったもう腹も出ちゃったいやもうゆっくりやろう、もういいや別に、ちょ本当これ休憩しながらして、これ無理です、いや回復薬ね、確かにもっと数増やせればいいけどな、で戦これでも戦術がなんか微妙じゃない、というか戦術どれも弱い、強いと思ったことが一回もない、戦術カスみたいな戦術しかなくないですか、水か、
いや、それクリアしたい。どうしよう。もうあれでいっか。もうネット対戦で助けてもらうか。ちょっと視聴者にやってもらおう。もういや、俺がもうクリアするまでは絶対にうんこちゃん起こさない。ただそのまんまもう終わる可能性があるけど、そのまんま明日の朝になるかもしれない。だとしても俺は起こさない。いや、これ参ったな。ちょっと水属性でもう一回やるしかないか、今の25にして。だチケットがもうないよね。あとでも10枚ぐらいあるか。いや、もうこれだってもうエネルギー補給しなきゃね。ちょっと多分勝てるもの勝てないからね。腹でふむってやって食べますわ。あ、ちょっとトイレ行きます。ちょっとトイレ行くわ。みんな一瞬待ちください。ちゅうことでね、はい、なんと今日はね、僕の応援してるオリックスがね、9回の裏に2点差を逆転でサヨナラで勝ってたんで、ちょっと僕もそれに勇気をもらいました。ちょっと僕も頑張ろうかなと、はい、思ったので、ちょっと呂布に負けずにちょっと勝っていこうかなと思います。結構ガッツリ。おはようございます。今んとこもうだいぶ来てますね。寝ました、やっと寝れました。寝れました。寝れました。あ、勝ちました。あ、勝ちました。よかったです、よかったです。正直最初の4時間、はい、ずっと寝れなくて、ね、あ、ですよね。だって今、はい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 、がっちり寝てきた。がっちり、もううっすら空気感じてる。まだ呂布だろうな。おー、
まあそうっす。俺びっくりした。え、はい、な今なんでこんな時間まで何で俺寝ちゃったんだろうと思って、はい、いやもう全然あれですよ、その俺呂布倒すまでやるんで、まだ全然寝ててよかったっす。はい、いやマジで寝た。いやでも結構じゃあやっぱ最初の方寝れてなかったっすよね。でもマジで寝た。俺何時寝た、1時ぐらい、何時ぐらい寝たっけ、11時ぐらいじゃないですか。そんなわけねえわ。昼とかじゃん、昼とかっすよね。いやマジで寝た。あ13時、えそんな寝たっけ。家より寝た。熟睡できました。熟睡したマジで。ああそれマジで良かったっす。えでも呂布じゃないじゃんここ。あここ今ちょっと薬の数を増やせるダンジョンがあるって聞いて、うん、あじゃあもうせっかくだからサブクエも全部やろっか。1000時間ぐらいでいけるっしょ。いやサブ、まあ、そうっすねそれも。そういうことでしょ、演出でしょ、サブクエ込みでっていう、さすがだね。てか呂布行こうぜ、もう今だと俺呂布一発直せるよ。行きます呂布。ちょっとここのダンジョンだけね、これサブクエなんすよ。最初からやろう全部。いやマジで最初からやろう。ちょっとしかビビらしてやんべ。それって結構スタッフと声ビビらせよ。こいつらマジかつて最初、僕最初から全部出てるして最初からやりたい。何のためにすそれ、今から見てくれる人も目的はしてわかんないです。今から飛んでる飛んでる、僕飛んでるやつにして飛んでるやつ、空飛んでるやつがいる、ほら。え、ほんとだ、うん、お何これ、こんな初めて見たわ。だって24時間までお前変わってねえもん。え俺びっくりした、24時間まで変わってない。変わってないですか。俺変わってない、結構力つけてきましたけどね。そう、散々もう呂布と遊んだでしょ。まあ呂布とはそこそこ遊ばせてもらいました。惜しいところまで行った。いやそれがね、もう本当にもうちょっと正直話すと行けてないです。いや一回さ、一回向こうの呂布見して、一回ちょっと見していいですか。俺多分5時間ぐらい寝ちゃったから、一回見していいですか。一回見たい、お前の呂布、対呂布、対呂布ちょっと見てもらいたいです、俺のありのままの自分を。今の状態をちょっと見てもらった方が見してよ、多分いいかなって。うん、もう家計は諦めた。いや家計は、いや諦めて、いや家計は家計できます。もうなんか雑魚ごとの気に疲れたくないんですよ、家計を。あ、なるほどね、確かにね。うん、それもったいねえよな。しかもなんかめっちゃこっちになってる、いつの間にか。ちょっと俺が起きるためにさ、姿形が変わってんだけど。水属性だけちょっと。あ、なるほどなるほど、相手の付与させてもらって弱点をね。呂布もガードしねえけど、おめえもガードしねえな。あれがちょっとタイミングずれと近くないもん。いやでもあのさ、綺麗ですね。家計した後とかにさ、通常攻撃家計した後にさ、はい、お前も体こすりつけてこう切ってんじゃんって、はい、あれ一回バンバンの方がいいと思う、はい、マジで。そしたら絶対勝てるよあれ一回か。その後 95% ぐらい食らってる。マジっすか、うん、あれそこだけだよ絶対。それだけが、うん、通常攻撃ガードした後に一回にしてほしい。 OK そうです、うん、ちょっとそれでいきます。通常攻撃は絶対1回までね。おやす。いやー、こういう好きだろ。これか、ほんとこの4連撃みたいなやつがね、これなんですよ、これだけ本当に本当消えてほしくて。ガード、しっかりガードしながらね。この後こうだね。そう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 、こうね。そう、おお、一回までだったら絶対勝てる。もう絶対勝った勝った。一回まで。もうあれだ、もう前しか見てない。いいか、しっかりしっかりしっかり、みんな勝てるから大丈夫。一回まで、一回まで、絶対一回まで。一回まで。一回。そう。これをガーディングして、これもそんなにいかなくていい。やばい、もう全部一回でいいよ。
全部一回で、ね、全部一回。この後もちょっといい来るから。トップ、いやこれマジ嫌い。一回まで、一回まで。ボコお願い、もう一回ドラゴン溜まって。あ、ごめんなさい、あ、見切った。もう全部一回、全部一回、全部一回。これも一回でいい。オッケー、一回。あ、来た。こどうぞどうぞ。俺初めてこのゲージまで行ったわ。全部一回、全部一回、全部一回。マジで一回でいい。全一回、全一回、一回。あかっ、それでいいよ。いや、でもなんかいけそうっす。いや、あと1回までっつって互角撃してるから、もう1回もやんないぐらいで。そう、1回もやんないぐらいで。そう、はあ、極端だな、お前。あ、きち休憩しないからさ。これ俺見切ってないから、俺勝ってないから。お前マジで頑張れ。これ、いや、これね、ちょっと俺が任せてください。お前しかも絶対もうガードすんだよ。ガードしないっす。いや、もうガードはね、うん、もう俺もさ、はい、左でもうあれするわ、やめるの、こうやって。あ、左もそれが一番いいっすよ、もう、うん、あれボタンぶっ壊しとくんだ、俺。これさ、後でほじくって。いらねえやろ、はい、いらないっす、そのボタン、邪魔なんだよ、本当に。まろやかでいいわ。よいしょ。いただきます。パリパリチキンカレー。風呂上がりぐらい油でギトギトして、すごいですね。うん、いいよ。油足んなかったら足してやるよ、俺が。ちょっと足してやろうか、まろやかにしてやろうか、俺の頭皮で。いや、大丈夫かもしれないです。大丈夫、とりあえず痛い。またちょっと困ったらもらうかもしれないですよ、うん、ボディーソープとか足んなかったら、ハンドクリームとかなかったら、俺はこれでつけていいぞ。多分余計、マジで。いや、ちょっと余計ベトベトになっちゃう。油マシマシでいくわよ。油マシマシでちょっとね、いきますか、うん、じゃあ。俺絶対この企画のせいで俺たちハゲたりしてるような。やると思います、ね、しょ。だってもう終わりまで寝ないでしょ、普通に。いや、はい。このまま ぶっつけだよね。まあ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 、まあ、あと24時間もある、まあ、そんなもんね、当然ですけど、うん、実況プレイしますわ、これ。ちょっとこっからなんか足りないと思ってる。確かにな、実況しなきゃダメだ。そう、ダメだよな、こんなさ、調子ないわ、俺たちみたいなもんがさ、はい、なあ、あのさ、最初はさ、はい、ニコニコ超会議呼ばれてさ、そう、あの汚れ座布団とか捨てさらさせてさ、そうっすよ、なあ、そっから、うん、這い上がってきた男たちがさ、うん、そんな踏んどり返っちゃダメだよな。ダメっすよ、ちゃんとこう実況プレイ見せてやるぞ、俺たちの。ちょっと見せますよ、14年ものの。14年もののさあ、やっていきましょう、今までの実況プレイなんですけども。ちょっと前回、呂布まで来てね、ちょっと本当に倒かっちゃったんで、今回ちょっと呂布を倒すためにね、しっかりレベルも上げてきたんで、この感じで本当にもう今回の初見でもいっちゃおうかなと思ってます。で、これしっかりこれ受けることですね。でこれガッと受けて、これ必殺なんで、これかわして、で今回ちょっと水属性の武器を今回持たせてるんですけども、これ初手にね、絶対飛んでくるんで、ここしっかり回して死んでいくんですよ。でガッとこれ避けて、これ一回ね、回復かましたほうがいいです。で、避けて、これね、行ったほうがいいです。ここね、空いてたじっくり待って、これ相手が絶対殴ってくるんで、これパターン決まってるんですよ。これ決まって、これ弓矢がたまに2回来るんで、そこをケアしながらこう耐久していくっていう。ダメだ、お前あれだな、実況プレイがこれで、ね、がっつりねとかしかあれだな。最初のスタートの前回。分かった、僕俺がヒギを伝授する。マジっすか。ちょ、マジこれで、あ、俺モコの経験値と俺のヒギがあれば本当に勝てる。いけます、俺が加藤純一流を授ける。あ、ちょっと俺それ見たかったっす。じゃマジで本当にこれ徹底してほしい、はい、これ加藤純一流。ちょっと頼みます。攻撃の方法、はい、毎回一緒、四角三角、それ以外一回もしない。四角三角、いけ、うん、四角三角で、これで俺お辞儀するよ。見て、四角三角、はい、そうすると体幹めっちゃ削れるの。分かる、本当だ、なんでこれ、なんでめっちゃ削ってない。なんであの青ゲージが溜まってる時に四角攻撃すると、はい、敵のゲージがめっちゃ削れるの。
俺も今コメント見て知ったの今初めて。嘘そんな。いや。なんかはい。四角で三角。そうそうそう。あとはお前が。俺はこれが見切れてないからさまだ。これ四角一回。本当なんで？そういうもんなんすかこれ。見えないよ。いやマジで四角三角。四角三角か。モコはさ。青ゲージになったらっすよね。え？青ゲージになったらってことですよね。毎回。あ、毎回か。うん。青ゲージ来いよ。お前青ゲージが分かってねえだから。青ゲージ来るもんじゃないんだよ。俺ためんだよ。俺たちがためてんだよ。そうか、ためなきゃいけないねこれ。やべ。ちょっと勝手。またまた。勝手に勝手に来るもんじゃない。俺たちが。導いていくものだ、青ゲージっていうのは。青ゲージ来い。ダメだ、めっちゃ弱くなってる。ドラゴン溜まってるよ。はい。後ろ掛けも強い、これ。うわ、距離取り掛け。距離取り掛けいいっすね、うん、横掛けと距離取り掛け。この攻撃は距離取り掛けだこれ。うわ、そこも掛け。ちょっと待って、家計の応酬でもう眩しくなってきた。どこまで家計行くんすかこれ。ちょっと待って、2発くるよこれ。うわ、2発も読んで、しかも全部家計。弓矢さえも家計。これ2発くるんだよ。本当に来てる、うん。これ好きなんだよね。それも掛けすんの。ちょっと待って。うわそれも掛け。やばいぞ。しゃー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 、これだ。これが加藤純一だ。もうお前のやつ見すぎちゃったよ俺ずっと。ちょっと俺の獲物でしたよあれ。ねえ、勝っちゃったんだもん。勝っちゃったんだもん。勝っちゃったんだもん。勝っちゃったらしょうがないですけど、あれ俺のだったんですよ。うわー、すごすぎる。まあまあまあ、次の獲物まで僕ちょっとあれ出てきてもいいよ。お前もう限界近いだろ。いや、まだまだ俺ちょっと、うん、このマップのボスまでやりたいです。あ、オッケーオッケーオッケー。お前そのこのマップのボスまでやったら俺がまたボスじゃねえかよ、はい。まあそこまでちょっと休んでもらって。はい、俺多分日付回ってましたね俺のやつ。じゃあ多分寝てないから。もう、いやいやいや、成長力がゼロになってたもん来てから。もう寝たらやっぱあれっすか、頭クリーンになるからね。 俺もだってずーっと意味のない同じ敵に2時間先殺され続けてたので、はい、夢見心地で、夢見心地で同じ顔してたもん。もいや、初見でやっていいですかって10回連続ぐらいですよ。ここちょっと任せてください、マジで。 OK。 これこのゲームのでも楽しみを見出してますよね。
何旗刺す瞬間が一番おもろいっすおめえボス倒せやぜ多分さ呂布さ結構強敵だったけど呂布、はい、よりさ強敵絶対いるでしょ俺それはマジでもう絶対ボコ絶対じゃん俺も一回も触んないからね OK です そこまで休憩するじゃん、はい、でコメント聞いてこいつマジで最難関ですよみたいなやつ来たら、はいはい、俺もう本当に家帰るからでも分かりました、うんいやもう家帰って、はい、お前が倒すまで帰ってこないからね分かりました、うん、OK っすあちょっとめちゃ僕ネタバレ見ちゃったもう両夫2回目ありますぞ、はい、お前絶対倒すいやマジっすか2回目の両夫っすかいやそれはもうねえ本当だったら行くしかないですよねよかったなんか俺一応前座で温めてたから前座でねちょっと温めてくれたおかげでこれ何これモゴ俺が10体倒してモゴが2体倒してなって、はい、で20体ぐらいいるっぽいじゃん、はいはい、残りの8体全部お前が倒す俺はそれはもういけるよ、ね、半々でちょうどいいっすからねそれで前半俺頑張って後半お前頑張るっていつもの流れだよなちょっとじゃあ俺結構後半にかけてかなり頑張るんで、うん、俺しかも全員が初めて陸から上がってきた魚みたいな進化の過程を見たわ なんかね出ちゃったんですよ肺呼吸に進化してった魚がそうなんですよねいやこのハリネズミ今俺お目見たじゃんあーなんとかしていく自然とちょっとぽかったですねぽかったな、はい、でもどんどん憑依したわ豊かもうどんどんそれもう使っていいんで俺許可得たもう今日に関してはもう使ってもらってるマジで、はい、で今日だけちょっと今日だけはもう本当にそこはもう特別に許可を分かった出させてもらいます初公認だねじゃあそうですね、うん、実況プレイのやっぱ要なんでそれさえあれば食ってくれるもんなそれさえあれば食ってくれるんだもんねこれ仲間じゃあいいよ俺と喋りたくねえならうわーなるほどあもうパス来るのかはいはいあもうパス来るこれだから野球みたいなもんですね本当にこれそうだねうん打ち返していくだけっていうああのコアか登れんのかなでもどっから登っていくんだこれここだうわ本当だあーちょっとなんかだるくなりそうだただお前は優しいボスか待ってくれるよかったよしやったおーやったーよしあれ生きてるこれえあすなんかチンチンが見えちゃったチンチン丸出しでしたねチン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 形えうわ、チンチンが攻撃してきてるもんチンチンこれチンチンが本体ちこれチンチン本体かえ、マジチンチンマンチンチンマンだナイスナイスナイスそうナイス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 来てるナイス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 もうそんな距離取らないで。あもう、まず。うわじゃあこうする。こういう風にさ、乗れてきもさ、10分ぐらいかけてさ、一生懸命築き上げて殺されてるお目見るのが一番面白い。これ寝ないでこれずっとやってる。
寝ないで、じゃこれやっとうからもう30分ぐらい時間かけてさ、はい、殺されてずっと繰り返してほしい。これちょっとあと6時間ぐらいいいっすか、じゃあちょっと6時間もらいます。じゃあ俺それずっと後ろで見とくわ。このこいつやっとくんで当鉄やるんだ、当鉄買っとくマジで。足ぶっ壊してやりましょう。ナイス、ナイスー。おーい、びしょ。ほらがっつり。あれ誰だ、あんなほらがっつりがっつり駆け行ったと思ったんですよ。もう回復するならリュウグも回復してあげた。時間あるからゆっくりでいいよ。復活したらどうしよう。これだいぶ絶対復活しない、絶対復活しない、だいぶもうマジでゆっくりでいい。焦んなくていいよ、全然時間ある。おちょんぽまだまだ全然時間ある、まだ半分、ゆっくりでいいよ、ここマジで、まだ半分、まだ3分の1ある、マジでゆっくりでいい、4分の1ある、ゆっくり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 マジでゆっくりでいい。同じこと繰り返そうぜちょっとマジでごめん。でもあの減ってる状態だから大丈夫。どここれ、諦めんな。もう一回ドラゴン来い、マジで超ゆっくりでいい、焦んなくて焦んなくて焦んなくていい、そんぐらいゆっくりでいい。オッケー、もう終わってくんね、これで。あ、やった、よかったよかった。ナイスナイスー、いやー、ごめんなさい。いや、ありがてえ、ここマジでやった。うわ、ここはもう絶対俺決めたかったもん、ここやりたかったからな、決めたかったもん、ここ俺。ナイス、うわ、よかった、きっと炎症よかった、お喜びでしょう。よかった、同じ顔してる、よかった。今リンクしました、ついに。いや、よかった、いや、でかすぎる、終わってくれた。あいつの第一形態マジで本当に踏み潰したくなるぐらいですから。ちょっとそうなんですよ、ちょっとここはね、ちょっとこ俺が行くしかないと思ってたんですよ。お前、五郎冠だろ。あなたが噂の、私は孫権、あざなお厨房と申します。厨房、今ちょっと厄介なことが起きていてな。ルックスだけは負けねえだろ。これはいい表情ですね。この虎使いてえわ、俺孫権好きだからさ。宿ってんじゃん。知らぬ間にわしを超えたな。いや、俺よりと超えたの。強くはあれ、そして民を慈しみ、わしや戦を恐れる心を忘れるな。おやせ話に入れない気まじいよ、親族の中。こうしようなお前、俺のニコ生バッタ純一を舐めてもらっちゃ困るよ。一人ずつ消していく、一人ずつ消してって、この世から俺が綺麗にしてやるよ。住み町、住みやすい町にしてやる。おい、そんなもんかお前らの攻撃って。
なあ、おいおいおい、強くなりすぎちまったようだな、どうやら。この近づき方マジ大事だから本当本当にこれであれがね、切れるの、相手の注意がなくなるの。うめえべ、ウォーロン多分そのウォーロンキプレイの人がこいつ気づきやがったなと思ってると思う。これで近づいていくと敵にバレない知ってたねえ、俺多分この武器使って今からやるんだけど、すっごい下手になると思う。でも俺使うよ、理由は気持ちいいから。ものクソ気持ちいいんで、もうこういうところにも突っ込んでって、こういうふうにやる。当たれ当たれ、いいから当たれ。もう小技が効かねえな。いや小技マジ効かん、どうしよう。じゃあつかなきゃいいんだ。ちょっと待て、コロッケパン食べよう、まず一回冷静にな。この野郎、じゃいいよ、ぶっ殺す。マジでアイビヨンド使います。もう知らないっすよ、いいっすよ、12時超えたっしょ、ビヨンド使うわ。ねえちょっと狭いよ、それはすんごい狭いよ。あのね、左腕がさ、握力なくなってきちゃって、だんだん最近の俺の悩みなんだけど、長時間コントローラー持ってるとさ、握力がなくなっちまうんすわ。させ、これが強いんすよマジで。これマジで使って、みんなこのゲームやるだけ、これをやるのとやんないとじゃないと全然違うよ。これね、ガードしながらクンクンしながら敵に近づいていくと敵のヘイトが切れるの。一回結構見てて、これ大胆にいけるからね、見てて。これ普通バレるじゃん、歩いてたら絶対バレんの。さすがに無理だったけど、マジあれぐらいいける、マジで。結構あれぐらいヘでもない。やべ、対策された、多分見られて。これなの、みんな。これやってください、本当に黙ってやってください。これやってみてください、やってみてからね、文句言いましょう。これに正面から見てください、これこれ最強、これ。まさかこんな動きをする人間がいると思わなくて、敵が気づかないんだよ。ほらだって俺敵の方見てなくても気づかれてないでしょ。これ一番強いんだから、マジで。みんなにもやってほしい、真似されたい願望あるからね、俺やっぱ若者に。これしかも冗談でやってないからガチガチなのがいいでしょ。カウンターやる、そう来なくちゃ。出ろ出ろ、炎出ろ、出ろ出ろ、ドラゴン出ろ、いでよドラゴン、ドラゴン、バカ野郎、ほらどうした、ほら
逃げんなバカ俺。うわこいつやってくれた、じゃあ俺もやろう。こいつやってくれるね、あーやるんだそれ、いいよ。じゃあそれはやっちゃいけねえよって約束してたのにな、してなかったっけ。あれやられた、ちょっと俺もとさかに来るよね、さすがに。バカそれ 見切ってんだお前。バーカ知ってんだよお前、なんで3回目やってくんのお前、それはやばいわ。3連発なのそれ、それは俺より上と言わざるを得ない、それやられるんだったら。怖くてからこれからのこれからのこれバカだねあんたって人は。余裕ゴリ押し最後は自信が持てた。申し訳ねえ呂布に、こんないい、こんなさ、いくらでも男を選べるだろう、こんなんかカッパみたいなやつにさ、多分呂布も後ろ髪引かれてるだろうね。まさか妹がさカッパかよ。で俺の頭の油見てくんない、ハゲちゃうよ俺このままじゃん。ねえこれ俺今日来た時サラサラだったじゃん、お風呂入ってないんだよ、これ全部油だよ、これやばくない。ちょっとおしっこしてくるわ。もうこうなったらさ、俺のさ頭皮の油の限界にも挑戦しようぜ、溜め続けるわ。終わった後さ、どんぐらい溜まってるかもさ。じゃあモコが今3匹倒してるんだよボス、このまま1匹も倒せなかったら舐めさせるわマジで。あと20時間ぐらい溜めて舐めさせるわこれを。それ裏のテーマもあります俺の中で、人間が3日間風呂入んないおじさん、30代後半のおじさんの頭皮舐めさせるわ。行きましょう。じゃああと2匹は絶対倒させてもらう、倒してもらう、呂布とあと1人ラスボス俺ラスボス絶対参加しねえかんな。ん？なんだこれ。え？あんなワニに噛まれても大丈夫なのに。エンニーさんいなきゃいけんの、あいつが本当に邪魔だったの申し訳ないけど、トンニーは悪いやつじゃないよ。どうすりゃいいんだ、これは我らのもの。そうか、過去のトンとエンか。兄弟同然のソニーを狙うやつは俺の意志で仕留めてやる。あ、ソーソーのことはソーニーと呼んでた、フォイみてえでいいな。あいつ関裕太のこと関ニーと呼んでるからな。風景にいた トンニーそんなことできんの。え、次呂布っぽくない、ババニー怒らなきゃいけないじゃん。そしたらうちもう一人ねいるんだよ、ニーが。ババにもうちょっと寝させてやりたいんだよね、昼間頑張ってたから。あれどこ、あった、おめえそれユダニーだよ。これか、しかもデカバタじゃん、この2人いれば。あー猿か、じゃあちょっともう使
っていいですか、ついにこれ1000年ぶりに。これも使えるんだよ俺、実は。てめえも使えんのかよ、やるじゃん。俺だけじゃなかったわ、気に入ったよお前。なんかでけえ分やりやすいぞ。ザコイツズズズズズズ弱っ。今までで一番弱え。今までの中ボスだから一番弱えわ。なんで今やってないの。モケが来るから。フラッガー、あの初日はフラッガー豊かって言われてたんだけど、今モケウって呼んでる俺。本当でもあと 2体ボス倒せなかったらマジで俺の頭の油モコウのベロで綺麗にしてもらって、あの普段の俺に戻るまで舐めさせるからね。みんなこれでみんなの前で舐めさせて、あ普段のに戻ったねって言うまで舐めさせる。マジで今油やばいじゃん、これ全部ベロだけで綺麗させる。そっちの時間が長いよ多分。配信終わってからいるからね、普通にこのスタジオで。でも今毎度おなじみじゃん。ほんでこっからやっぱさ、うちのモケウがさエンジンかけてくれる来るわけじゃん。髪の毛ギトギトでしょ。風呂入ってねえんだもん、モケウさん。ちょうどいいところで、いやここしかねえなってところで呼びました。マジっすか。うん、がっつりきました。マイクつけて。次リョフらしい。リョフ、うん、あいつまた来たんか。それはやっぱ起こさなきゃいけない。お前あれだな、はい、血の涙流してんな。見て横で、モコの涙が血の涙になってるわ。もうカバと一緒だよ。もう、はい、赤い、お前の涙って赤いんだな、はい、赤いんすよ実はこれ。赤すぎてちょっとびっくりしました。高所ちゃんのリズムがいいわ。僕俺は本当の必殺を教えてあげたいんだけど、お前に、はい、え、どうですか。これで3体倒したら教えてあげる。これ誰、これ16だ。え、死んでる。これマジで本当に使えるテクニック。あ、ちょっと敵ってさ、すごい、はい、走っていったりすると気づくじゃん、はい、例えば1回やり直すけど、こうやっていくとさ敵気づくじゃん、すぐ気づきます。気づくじゃん。気づかせない方法があってさ、はい、低速移動ですか。じゃあ低速移動はさ、はい、遅くてさ、あの周りに気づかれるじゃん。あー確かに。ダッシュクンクン。ダッシュクンクン。ダッシュしながら。何それ。そんな。じゃあこれガチなのこれ。ダッシュクンクンとかできたんすかよ。これふざけてない、ちゃんとしたあれだけど、これマジで本当に覚えた方がいい、はい、こうやってるじゃん、はい、ダッシュクンクン。ロックオンするじゃん、はい、多分これはバレちゃうけど、ダッシュ入れてクククンってやることによって、おナイス、うわナイス、いや、ダッシュクククンがマジで一番強い。そうするとなんかなかなかバレない、正面からでも。いや正面はバレちゃうけど、はいはい、斜め45度ぐらいまではマジでバレづらい。早いってことですか、うん、行くまでダッシュするじゃん。そうすると敵が気づいてさ、はい、メーターがちょっと溜まるじゃん、はいはい、で L1 で下がって上がって下がってみたいな感じで、あそう、どういうことだこれ。それをあれバレてたらダメだよ。あ、バレてない、バレてる前ね、バレる前に、そうで結構素早く行きたいじゃん。なんでこれで本当だ。お前これマジで使えるから。マジで使えるやつ。あの、うん、
今までネタで言ってたじゃん、はい、これ本当に使えるからマジで使ってこれ覚えた方がいいよ。じゃあ左腕がもうパンパンになる、はい、これ左腕の本当に負荷がやばい。さっきから俺よくマッサージしたのは、はい、代償。あ、これクンクンすることによる代償がマジで代償で、ずーっとこの動きしてるから握力鍛えると変わんないじゃん。ああ、じゃあ握力もじゃあ同時に鍛えてたんですね。これで全てのところ、俺全部の敵にダッシュクンクンで近づいてたから、はい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 、すげえしんどかったの。あ、いけるよ。そう、今捉えて、押さえ押さえ押さえ。え、こっち側ですよこれ。いや、待って待って、でもなんか一応いけてる。ちょっとどうやってんすかそれマジで。それどうやってんの。クソつけよ。おい、下から連打なんすか。全力、あのさ、僕はさ、こうやってやってるでしょ、はい、違う、全力連打。そう、その瞬間的にこれは、確かにちょっと指持ってかれるわ、指と腕で。もう今、試しにやったんだけど、ちょうどもうできなくなってる、はい、できなくなった。一子相伝、お前にもこれ伝承した。これマジで、これお前に今伝承したから、お前が受け継げよ。俺今俺削って、これできなくなった。もう今のが最後の奥義の。あ、最後。そう、俺に見せるために最後の一回使ったんだ。最後の一回だった今ので。俺できなくなってる。マジで。マジですか。マジ。俺今悲しかったもん。悲しい。じゃあもうダメじゃないですか。もうこれはできない俺は。そう、羨ましい。お前の若さが憎い俺。俺もだってもう伝承したから。マジっすか。もうマジでできないんだよ俺。俺もいつかそうなるんですよ。なる。そしたらオニアとかに伝承したらしい。この技を後半に語りついてくれ。これマジで俺が編み出した本当に人様なんだから。絶やすなよこの文化。ちょっと絶やすのに。もういいや、俺突っ込もう。すぐ持ってかれたわ。ガシラやばい。わー、さっぱりした。お疲れ様です。ちょっと見てください、俺これマスターしたんで。あ、マジで。ついに俺が受け継いだ。はい。ちょっとまだ自分のさ、はい、前世紀のダッシュクンクンの映像見てきたの今。はい。とんでもなかった。とんでもなかったっすか。絶対誰にもできない。マジっすか。びっくりした。こんなことしてたのかと思った俺。全盛期の。全盛期あれだよ。はい。ちょっとまだ追いつけてないですか俺。いや、全く追いつけてない。全く。こいつの雷撃めっちゃ強いんだよな。え？そんな高所が落ちたりするの。仲いいんすよ俺ら。もう今モコが3体敵た、はい、あのボス倒してんだって。あ、俺3体、はい、うん、全クリするまでに、はい、5体倒してなかったら、はい、俺の頭の油はお前のベロだけで、あの元の状態に戻すってことになってるから。マジでね。わかりました。風呂上がりの俺にお前のベロだけでするってことになってるから。わかりました。ちゃんと責任を持ってそこに舐め取らせてもらえば。はい。あっ、うわー、うっそでしょこれ。やめてよもう。やばい、死にたくない、死にたくない、いや死にたくない。こういう時はもうこう女を一人置いてって俺逃げるんで。ナイス逃げ。これいい判断ですよね。うん、ナイス判断。そこにある、ある、ある。多分この上、絶対この上、この絶対この上。あ、違う、あった今。ありました今。途中にあったよ。マジっすか。反対側に。33時間って意外とやってないのやってんだろ。結構33って俺33やってんのもうと思っちゃった。想定ではもうクリアしてますからね。だってもう日曜日だよ。もう日曜日か。日曜日の5時だよ。ちょっともう曜日の感覚が、なんか人間ってこうやって死んでいくんだろうね。もうこれが人生なんだろうな、ね、こんなもんなんだろうね。みんなも気が楽だよな。
なんか人生ってハードル高く見えるからさ、こんな感じでみんな全人類死んでいくんだ。気が楽だわ。気がつけばもう時間経ってるでしょ。気がついたら時間経っててゲームして死んでいくんだろうね。確か3個あるからね。もうがっつりっていいですか。じゃあ俺が来いよ。この家計を返していく。おわおわテニスかこれ。じゃあ回復あるからもう落ち着けば大丈夫。こういうやつはもうこれ決まればいいですよ。こうやって。おお、うわあ、勝ったわこれ。これ勝ったわ。じゃあ勝てよ今の。これ勝ったわ。今の戦いを経て。って勝ちましたね。もう勝った。がっつりいけそう。がっつりいけそうこれ。呂布はもうがっつりなんだよ俺。リョウはもうガッツリ決めてんすよ。もうガッツリってガッツリって決めてんの。俺俺もうガッツリいけ。これガッツリっす。これガッツリ。ナイス。これガッツリね。あ、来た。あ、これもガッツリ来てくれんの。これこうなってもこれ助かる。行き過ぎ。ガッツリ。もう連打になってる。まだバラ半分以上あるよ。やべえ、来た。だからかけかけかけ、しっかりかけ。そう、いいね、いいね。四連発かけ。もう次もかけだよ。かけかけかけ。あ、次もかけかけかけ、いいねいいね。かけ、いいね。かけ、がっつりかけしろ。もけもけっつった。もけもけ、いや、もけっす。もけにしよう。もけになります。お前のかけはもけっつったけど。もけもけしろ、もけしろ。あ、いや、もけしてできる。もけ、いや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 、その方が絶対可能性ある。その方絶対いい。もけ、うん、もけしていい。あ、そうそう、立ち回り良くなってる。もけそっちの方が絶対いい。モケイっすこれ。モケイと名付けました。え、そっちの方が絶対いいよ ね, だね。まだ可能性ない。可能性いけた。四角連打じゃん。お前6時間経っても俺やってるぞ。マジでマジで見切らないとダメだ。これモケイだ。30分ぐらいかけて見切って。あ、でもうわきちもう、あのさ、あれだわ、はい、さっきも全然ちゃんと模型しようとしてるのが分かるから、ね、いや、そうっすよね。そうそう、そっちの方が絶対いいよ。結構なんか根本的に変わったかもしれない。いや、でもね、あの、俺はそのタイミングがどこかあったというか、整理整理使ったらお前戻るよ。整理使っても、あんな、あれ使ったら賭けですよね。あれ使ってる時こそ賭け。確かに、うん。うまい、いいね。なんでなの。マンモン、マンモン。おい、おめえ、それもできるようになった。ちゃんと模型してから回復しようとしたでしょ。模型回復す、あれ模型回復大事よ。ちゃんとアスラードに行ったんですよ。そう、今行ったら死ぬの。もう意識が模型狙ってるから勝てる。そうなんですよ。それはもう勝てるよ。このもう根本の違いをちょっと見せますよ。うん、以前の俺とはちょっと違うんだよ。もう、はい、来た。これは絶対こんなチャンスが来るんだからさ。これね、これはあとはもうずっとモケしとけばいいんだよ。モケ、うん、これモケ、そう、いいね。そう、めちゃくちゃいい。勝ったよ。モケモケだ。これ解明しよう。モケにモケワンボン、いいね。これモケだ。うん、モケだ。ちょっと俺、じゃあドラゴンモケもいっていいっすか。じゃあここで。何それ。ドラゴンモケ、あ、ドラモケしていいよ。これをかけいだ。回復できるよ。ぐっしょりかけい。回復できるよ。ドラゴンだ。そしてぐっしょりドラゴンだ。お着すんな。ゾック
かりと崖横着した横着したじゃっかり崖横着した僕は横着しちゃダメ横着したら負けんぞこっからマジでこっからじゃ連打じゃ勝てない僕連打じゃ勝てない連打じゃ勝てない冷静な賭けそう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 冷静な賭けもりいっぱい、うん、崖連打じゃ勝てないよ崖ちょもう次賭けするもんあそうそうそうここで決めていくのが俺という人間あ回復ある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 まだある、まあ、連打じゃ勝てないからこれをかけこれを嘘いけこれそれもケウだうわ負け最悪だお前レ最後連打で突っ込んでいくなよお前行っちゃったわ言っちゃダメ俺も勝てた今絶対勝てた今勝ちを確信したんですよちょだから連打じゃ勝てないだって勝ち確信したらなんか削り切れないんだってこれね勝ち確信した瞬間に、うん、家計が消えたんですよ絶対普段だと勝ってたよ家計っていうの忘れましたね美しく勝ってるとこ見たいね初手これかまあまあまあくれてやれくれてやれ、まあ、これ逆にこういう回勝てるんですよ逆にこういう回いけんだよな逆にこういう時いけないですかまれにいけるまれにいけるんですよこういう時にうわっこれとかっけいここ連打しちゃダメここダメダメここダメダメダメって言われてるいつも通りいつも通りいつも通りここダメなのここ HP 満タンしていいよこれあ、ありあり、うん、回復どれだっけ上これあの火炎玉で俺3発目ホームランして勝ちます豪快にいいっすか俺もちろんあれ来るまで俺粘ります俺余計負けそうねえちょっと死ぬ死なない死なない死なない生きるよねいやあの満タンしたか死なないこれ満タンしていいいや本当に満タンにしろってあのあれ震源ですよ本当にうんこちゃん俺だったらあの判断できてないわやられるよここの賭けねうんいや見れたもううそ勝ってるえっやったあーやったあーナイスうわよかったうわ出たしかもほらお兄ちゃんだから打てないとか言ってねもうお兄ちゃんじゃないじゃないですかこんなのもう情出したらダメっすよもうこんなお前の知ってる兄じゃないんだからねえいやーナイスいやめちゃくちゃナイスいやでもあのもう満タンしろっていうあれあそこ俺でケチってたもん絶対嫌な予感したんだもんいやもうほんとあれ神アドバイスっすわもう妖魔を操る狂乱の同士いやリベンジしたなリベンジしましたただあと1匹倒さないと俺の頭皮を舐め続けないあ、そうかそうかあと1っすよねガッツリそこもガッツリの舐めるんであの5匹目行くんで俺明らかになりましょう俺今家で一人でやってる時みたいな俺チンポの掃除したって、うん、いや普段チンポ出し出してるでしょそういうこと最後出してもらえますか、はい、抑えられますね揉み消してもらうほんと揉み消してもらうその通りガッツリ行けもこガッツリ行っていいですか最近お前のガッツリがブームになってきたよねガッツリの良さ分かってきました分かってきた俺ガッツリいいですよなんだっけあれ使っていいそれ使ってください俺が使っていいやつなんだっけべっこり何でしたっけそれ使っていいっすよって言われたじゃんあーなんだっけなすまないなんだっけなんかそう俺伝授したんですよそうもらったじゃん俺がはいなんとかしていくしていくあっこれあるじゃんしていくもガンガン使ってください本当にマジではい使用量取らない取らないですオッケー結構実況の幅広がるんで
それもお前格ゲーのあれ実況からパクったんだろ。はい、そうそう。だろ、お前なんかお前発信じゃねえだろそれ。もう大体の、はい、大体何かパクってるんだよ。ちゃんと自分のものしてるんだ。じゃあ、うん、じゃあこれあれお前が飽きたら俺が使ってくわ。あ、使っていいですよ。うん、分かった。もうちょっと使うじゃん。あ、オッケー。お前が飽きたら飽きたって言って。おっしゃ。うん、じゃあ俺が使うわ。使ってくださいどうぞ。旗、おお、いいねー。小旗ゲットしていく。こういう風に使うんですよ。あ、なるほど。はい、じゃあ俺のあれだよ。欲しいのさ、うん、なんとかしているあれはあれはどこで使うか。あれは結構ボス戦とか使うこと多いんですけど、あ、そう、はい、でそれもちょっとさ流れで教えてよ。流れでちょっと教えますよ、うん、俺まだ使いこなしてない。そうですよね、使い方ちょっと分からないと思う。耳には残ってて俺よくモノマネするんだけどさ、使いどころ分かんない。そう、ちょいちょい使うとこ間違ってるんで、あ、俺がちょっとちゃんとそこは、うん、ちゃんと俺も、はい、しっかり受け継ぐならしっかり受け継ぎたい。そうなんですよね、うん、俺もちゃんと使い道をわきまえてほしいんで。ちゃんとするわ。じゃあちゃんとしてもらおうかな。せっかくね、もらうなら。そうですね。あ、いける。ザンジェリ入れていく。半分やってる。ザンジェリいっていきます。これこれ使っていいですか、回復。もちろん。オラ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 。オラオラオラ。終われ終われよ。いけ、僕いけ。オラ。ほらこれですよ。がっつりいった。がっつりっていうのはこういうことですよ。いいね。シティグーはちょっと使えなかったっす。え、シティグー使いたかったんですけど、ちょっと使う暇もないぐらい。なるほど。弱かったっす、こいつ。なんか一瞬だったな。一瞬だったんで。しかもなんか本家がちょっと違うわ。本家ハハ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 。経験値欲しかったな。士気の差があるか。士気がないね。おめえ覚えとけよ、お前。あいつ倒したらすぐお前の元に来るから、はい、お前が返事したんだよ。なんかもう俺も許せないなと思って、あれは。なるほど、はい、お前も一緒に来るってこと。行きます。うわー、こいつ強いわ。ナイス。あ、早っ。早い。よく倒したね。突進ワンパンかよ、あれ。お前ちゃんとさ、はい、適材適所でさ、うん、あれ、うん、なんとかしていくー。使えよ。どっかで。お、そ、使っていいんすか、じゃあ。いや、じゃあマジで、はい、見本で。しかもビビりますよ、マジで。いい加減な時に言うね、はい、マジで。ちゃん、ここっていうとこ教えてる。ここって時に俺次の実況から使うからね。オーケー、使ってください、ほんとに。ゴールデンウィーク明けから俺が使うから、お前使うな、お前使うなよ、だから。これじゃあ最後にしますか。じゃあ最後の、最後の、なんとかしていく見せるんだ、うん、じゃあ、もこの視聴者も、はい、これも、もこ先生が最後のあれ見せるから。俺のもう、渾身のしていく見せるんだ。お前ごめん、お前負けていく。全然ちげえよ。全然ちげえよ、おい。全然ちげえよ、お前。これじゃないですか。全然、しかも声色もちげえよ。違う。それお前が追い込まれてる時だよ。追い込まれて逆転の一手放った時にさ、出る一言だよ。そんないい加減の時に出してなかったよ。
受けていく。今使いたかった、本当に、うん、もう薬も切れて生理もいなくなって残りゼロ近いところで、うん、最後決めて、うん、まくっていくって言いたかったんですよ。それ行きたかったんだよな今のやつで。ああ、なるほど。一応そういう台本あったんだ。台本は一応描いてましたね。だから2人ともさ、いつ来るかなと思ってさ、全然喋らない。そうなんです。俺もいつ来るかなと思って、ちゃんとそれは意識してたんですけど、してたんだ。ちょっと思ったらあいつ強くて。強かったなあいつな。強かったっす。なんかすっげえ、あーやばいね。まあ、このリッチ、いやお前やったろじゃないの。この最悪のリッチっすけどね、これ。ここでやるから。うまい。確かになんか相手がまっすぐになってちょうどいいっすね、これ。うん、はい、はめた。はめていくって言ってくれよ。はめていく。これははめていってるわ。うん、戦わずして勝つんだ。これはいい。で、おさんで死ね。おさんで死んだい。ちょっと。あーし。ナイス。あ、うまい。かけ。あ、かけ。こいつマジで来いよ、こっち来い。うまい。うわ、その壁越しの掛け合いいっすね。はい、あ、いいよ。がっつりいけ、もこう。がっつりチカッと使っていいっすよね、うん、がっつりいっていい。がっつりいってんすよね、チカッと。なんで。いや、チケットがちょっと余ってて。うん、がっつり、がっつりいけ。使わない。全員でいけ、全員で。がっつりいけ、まあ、で、がっつりそこでしょ。もうなんガッツリ行けやろ、2人だけもう全員で行け、ガッツリ。これ2人が行くやつ。じゃあガッツリ。いや確かに、これ5人の…あ、じゃあダメだ、ガッツリ行けないわ。ちょっとそうなんですよ、これね、ガッツリ行けないやつ。全員で行ったらおもろくない？全員で10人ぐらいでさ、10人ぐらいで大所帯でもう行ったろかと思って。ちょっと任してください、ほんとに。がっつりいってやろ。ほんとがっつりやん。いってくれよ、がっつり。おお、いいね。うわっ、うーわ、マジっすか。お前なんで顔中そんな水だらけなの？鼻かんできてます。あ、そうなんだ。鼻水なんだ。え、これはどこ？勝った7の状態で。17だよ。17で、うん、いや違う、だってその前にあれって俺が吸収したからっすよ、これ。あ、そう、さっき7でしたよ。8か。8。あー、くそ、狙いたかった。うん、うん、うん、使わせた。うん、こんなとこで死んだ、シャレな。お前それ落ちちゃうよ。あ、はまった。説教しろ。これ、この機能いいっすね、これね。全部の時ここにはめて。トイレでここから、このままどうせ待ってるし、これ確かに、ね。できてもずっと一緒あれやってますね。落ちるか、うん、俺に殺されるか、どっちかな、うんうん、上の逆側、逆、あ、ここか、じゃあ。じゃあ、まあ、ここ死んじゃった方がいいね。死にますか、ちょっといった、うん、あ、これじゃ死ねないんだ。あ、くわ、ごめん、やめて、お願い、許して。あ、くっちょ。もうこれ剣でいいの？武器。これ剣にしたっけ？これ斧じゃないですか、これ。あ、斧に変えます。え、これ剣、うん、剣にしたんですか？お前が剣にしてんだろ、これ。あ、ほんと剣になってんじゃん。なにそれ。俺変えたのかと思った。 R にした、いいんじゃん、 R に押して下、 R に押しながら下。うわ、俺斧使ったのさ、さっき多分終わってましたよ、斧だったら。
下さ。これが俺流のこいつの倒し方で、うん、壁際に押し込んで、うん、あと全部暗いな。全部暗いな。お前ダメージ見てみろ敵の。絶対無理だからそれじゃ。絶対無理だから。3センチもいってねえぞ。あ、これ掛け、これだけ掛けするんですよ。これだけ掛けできるな。これお前が本当に掛け覚えないと。あ、俺これマジで。あ、じゃあいいっすか俺。本当5時から6時かかるよマジで。一応このゲームいろいろあるじゃないですか、人にそれぞれあるある。人によっていろいろあると思うんですよ、攻略法が。いろいろがっつりいく。これがっつり。これがっつりいくんだったらちゃんと全然でかいから。どっちがっつりいく。がっつりいきます。ちょっと本当にもう。絶対。ガンゴリが。絶対それ効かなそうマジで。これそう人によっては全く意味がないです。これ多分うんこちゃんだと、うん、やった方が時間かかるんですよ。俺の場合はこれがっつりいった方がいい。ガッツリこれガッツあ、これあこれガッツリするじゃもうこれ剣の方がいいかもしれないもうじゃマジで、はい、家計しかねえって家計以外に方法がねえだろそれがガッツリもう一回ガッツリってことない俺にキャラクター直してくんねあ、うん最初の雑魚敵倒してもいいねガッツリいけガッツリいけガッツリいけちょっと俺もガッツリ見ててほしいですちゃんとやろう一回さ、はい、してあ一回お前ダメだお前なんかさあれだもうこうなってるわお前模型を思い出せよ模型しかねえんだぞそうっすね、うん、なんでこんな一発目で見切ってるんですかだっていや道中に数々の先生がいたんだよ、はい、あお前はがっつりどうしたのちょっと俺もその先生の授業受けたいがっつりお前やってたんだよ俺もがっつり引きたかったんだよえ、うまい呂布と一緒じゃん呂布に近いのがあるなあこうやって やればいいんだお前さっきまでさ呂布戦でずっとやってさ俺呂布の時はでもいけてましたよねやってたでも急にガッツリやり始めた急にガッツリ多分俺は劉備のせいだと思うあお前劉備でさそう味を占めたあれちょっと言ってたあれ気持ちよかったんですよねいや思い出した自分の緑線を思い出した緑線を思い出しましたそうあいいねいいねいいねそうそうそう戻った緑線にそうそうこの冷静さが大事だあそうそうそうでお前がっつり行き始めたら止める俺がオッケーっすうまいいけるもう大丈夫だそれはかっちりそれはかっちりだかっちりっすかっちりっすあぶねえドラゴン溜まった清流あーもうがっつりいってるがっつりいってますそれもうがっつりいってるそういいね惜しい惜しいがっつりいくなお前きっかけ一つで戻るんだな38時間前に誰かが背中ポンって押したらさ戻っちまうんだなねこれねこれやだやだやだいぶ離れて離れてこれはさすがに離れた方がいいなあ、行き過ぎうまい、いいよいいよ模型行きますか、これ模型ん模型行ってっすかうんがっつり行けがっつり模型行きますかあ、惜しいあ、これ使えちゃった無理して、無理してこれがっつり行けられないこれがっつり行けたわそれ無理していくとがっつり行かれるもん、マジで違うやつ何これあ、OK、いやモンゴーさんガッツリいっちゃってるガッツリだこれモンゴーガッツリいけガッツリもうガッツリいけ
ガッツリガッツリデモコ、ガッツリこの長距離でやられる、ガッツリデモコ、ガッツリ入れるこれガッツリ、うわうわ、ガッツリいけたこれうわもったいねー、じゃ今のもうガッツリでしょ、今のガッツリやったあれ、よりによって最後にあんな暴れコーラが、暴れコーラ来ちゃうか、あれはあれ来たと思ったけどな、でももう全然いけるでしょ、いやでもいけそう、次でいけるかもしれない、うん、なんでこいつゴリ押そうとしてたんだよこれゴリ押そうとしてたの無理っすね、ゴリ押そうとしてた絶対無理だから、絶対しちゃいけないやつだ超硬いから、時折やっぱ寂しいからガッツリ見せてほしい、ガッツリ OK です、あ残りこれガッツリいきますそれは違う、残り1ミリだったらガッツリ残り1ミリでも、もう本当にもう、うん、死んじゃないからいきますOKOK そこは多分相手の動きとかも見ないんだよ、見ずに丸ボタン連動だけだから、丸ボタン連動だけだ、最後はガッツリ見せてほしい、お前らしいプレーをあー、もうガッツリいってるね、お前ちょガッツリとのコラボレーションすごいよ、これコラボレーションとこの模型のコラボレーションすごい、じゃあガッツリいってる時はちゃんとガッツリいってるって教えてね、 OK です、うんここは本当ガッツリいけるんですでも1センチも食らってないんだってそれあっセール頼む、セール助けてガッツリガッツリダメだったかお前なんか捨てきれて寝るわけではまだ捨てきれない、まあ、自分の確かに、でも青龍の時にちゃんとボケでしょ、一回さ、俺ガッツリやらせてください、ちょっとガッツリ俺もモケ使う、俺もたまにはガッツリやってる、ちょっとね、そうです、うん、教えてくんない気がする、じゃあ逆に教えます先生、お前が俺にガッツリ教えて、ガッツリどうやってやったらいいか、どうすればいいか、こいつはもう本当にね、うん、ブレス中にガッツリいけるんですよ、うん、オッケー、じゃあもうあれとか、せずにそうです、背中回り込んで背中回り込んであーこれミスるとこうなんですよだからいつも慣れてるところで、そうなんですよ、なるほど、こうなっちゃうんですよね、じゃあお前俺にガッツリ教えて、今度ガッツリ教えます、俺がモケ教えます、ガッツリ結構大事なんだよ回復した方がいい、回復します、ガッツリいってるねちょっと俺今回のガッツリは今のと違うガッツリです、うん、いい方のガッツリだった、いや良くない方でしたガッツリいってですか俺これ本当にガッツリ気をつけたもんね回復した方がいい、ドラゴンで回復しろOKOKOK 仕切り直し、仕切り直し、回復あるし5個ある、いける、絶対いける、使うかなもうこれ、うわー最悪だ、今もう大丈夫だ、慌てんな、これ何、これ出て出てす、これ地面入るやつやしっかりとガッツリけ、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 騙していくガッツリいったね最後、ガッツリいきました最後はガッツリした、あんなが今最高にガッツリいったね、もう四角連打しかしたでしょ、ガッツリ圏内に入ったもん、やっぱ1センチ切ったらもう目つぶってガッツリいったね、もあーよかったナイスナイスナイス、ありがとうございます、いやでもその三角でいいっていうのに強そう、強いわ絶対こいつ、わあもうこういう地形系マジで嫌だよね、地形だるいっすね、うわいきなりから見切っていく、あ結構でも入ってるダメージ、
とがっつり行きたいんだけどね。がっつり、なんかがっつり行きたい感じの。うわ、めっちゃもうだぞ、もうがっつり行きたい感じのじいさん。うん、じいさんですねこれ。こういう耐久力のやつって本当行きたくなるんですよ。うまい、がっつり行くか。死んでるわ。あ、そのがっつりいい、それいいっすマジで。がっつりがっつり、ナイスナイスがっつりナイスがっつりがっつりいける、がっつりいける。あー惜しい、今の当たってるな。がっつりっていい、がっつりいきましょう。分かった。うわがっつりがっつりいける、これガッツリ、これガッツリ、これガッツリ、ここガッツリ、ここガッツリ、ガッツリ、ガッツリ、そうそうそう、でも死ぬ死ぬ、こっち見て、見ちゃう、ここでこれ使って、あ、なるほど、ガッツリ、うわ、ナイス、当たってないっすね、ガッツリいくにはやっぱ肉を切らすね、肉、そう、骨を、骨出さなきゃいけないからね、これガッツリ、あ、次もガッツリいくわ、早い、ガッ、ガッツリ。ガッツリ、そのガッツリ今で、そのガッツリ、そのガッツリ、ガッツリ、そのガッツリ、いやこれもう一発ガッツリ、ガッツリ、これガッツリいける、ガッツリいける、そう、でこれガッツリいける、もうちょいで、もうこれガッツリ、ガッツリ、あと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 全部ガッツリ、あとガッツリ、ガッツリ、ガッツリ、いけるいける、ガッツリ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 いける、もうこれガッツリ、ガッツリ、ガッツリ、ガッツリいけない、もうこれだ。いやそうです、もうごめん、ガッツリいけ、ガッツリいけ、ちょっと見せます、ちょっと見せますね、ここガッツリいけ、今のね、いけるわ、うん、ここガッツリいける、これガッツリコースなんだ。そう、これお前が絶対ガッツリくるでしょ、これガッツリコースなんだ、これ絶対いける、これいけるわ、いける、ガッツリいけ、あ、ガッツリ、ガッツリ、死ぬ、僕は死ぬ、あ、死ぬ、ドラゴンガッツリ、ガッツリいけ、僕は逃がした、逃がした、逃がした、ガッツリいけ、おーい、ガッツリいけ、ここガッツリだろ、ガッツリいけ、ここガッツリいかなきゃ、ここガッツリいけ、待って待って、ここガッツリいけ、もう一回、もう一回してくれ、 お前な、今のガッツリいかないの、今のなんか、なんか動かなかった、地形で止められた、地形が、あれ止められんのか、うん、ガッツリいけ、ガッツリ見せて、ガッツリいけ、ざっくり、ガッツリ見せろ、お前のフラストレーション、ガッツリいけ、僕最後これがガッツリ見せてやろお前ら、ガッツリ、もうガッツリ、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 これガッツリです、ナイス、これしょ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 、ガッツリ、これです、いや気持ちいい、これマジでこの瞬間一番気持ちいいですよね、いいね、もう正しいやり方とか関係ないね、もうそう、殴ればいいのとりあえず、こいつはガッツリ、そうね、これガッツリです、これうわぁ、やばいやつ来ましたね、やばそう、相手もガッツリ来てるね、これガッツリ、こう相当ガッツリ来てる、やばいや、やばいやつだこれ、いや、さっさり言われたそんなことある、こんなあっさりやれる、こんな風にやるんだ、あんなガッツリやつあるね、ガッツリ、うわ、しかもやっぱこっからだ、ちょっとじゃあ交換交換でいくか、あ、じゃあ分かった、お前が1戦目ガッツリやって、1戦目ガッツリやって、俺が2戦目あっさり勝つ、オーケーです、分かった、あっさりいってください、うん、お前それが1戦目マジでガッツリやれ、ガッツリいきます、協力作戦でいこう、これ回復結構残さなきゃきついな、うん、下だ、やべやべやべ、すいません、一旦休憩したい、まだちょっと一旦ちょっといいですか、もうがっつりの向こう側に行ってるわマジで、でも、ま、敵陣向かって走っていくことしかできなくなってるおーい一回ことでいくか、そうだ、俺も第2ケータやりたいべ、やりたくないですやりたいです、やりたいす、なんでだよ、やりたいす、せっかくだからやったほうがいいよ、せっかくのドラゴンだからな、あいつ
手もこがやってるとこ見てればさ、はい、モーションがつかめるかもしれない俺が。あ、ほんですか。もうダッシュできなくなっちゃった俺。ダッシュ、いや、わかります。いきます俺は。ダッシュできなくなっちゃった。ここね、このなんかそう、ダッシュできなくなっちゃった。これね、ちょ、親指で、ね、俺もね、そう、結構お前ね、マッカ2人とも親指が、ま、親指持ってかれます、これ。持ってかれた。ダッシュできなくなっちゃった、これ、ね、2人とも。これね、なんかなんかね、硬いんですよね、このグリップが。いや、多分違うよ、40時間やってるからだよ。40時間やってるから。そう。あぶねえ。なにこれ、何したのこれ。え、何した今これ。何した今。なんか今ちょっと若干この変えてて、うん、あ、いいね、装備見直そうだよ。これね、意外、あの武器もね、一段階強化できてましたね。がっとり、がっこり、がっつり。いいな、がっつり来てる、がっつり来て。もう一回、勢いで行け、勢いで。19時に戻ろう、気持ちだけだ。19時に戻りましょう。もしかしたら、俺たちと同じだけ起きて、はい、見てるやつがいるかもしれない。あ、確かに、そういつらに負けてらんないですよね。そうそう、確かに、そう。いや、そういつらに俺、勝ちたい。そういつらに、まっこりって何。まっこり。そういつらに、まっこり勝つ。まっこり勝つ。ねっとり行こう。ねっとりまっこり勝つ。オーケー。それだよ、その、今俺の、まっぱり、はめろ、まっこり行け。あ、なんだよ、まっこり行け。まっこり行け。おお。俺、犬食いしていいですか、じゃあ。どういうこと。いや、大丈夫です。走で行きましょう。2人ともさ、はい、スタート時より目が半分の大きさになってる。確かそうですね。こんなに俺たちで目ちっちゃくなって、目がちっちゃくなっちゃってます。あ、ごめんなさい。ガッツ、それ爆炎だけちょっと入んないな、こいつ手が。なんか確かに、でも確かにか、はい、お前後で言うわ。ダメージは増えてる。誰食うたっすね。絶対ダメージ増えてる。え、嘘でしょ。あ、増えてねえか、前に比べてダメージ増えてない。ブロックス気のせい。そうかな。あ、でも防具はでも変えてない。え、俺僕買い替えたっけ。え、売ってない売ってない売って、え、でも名前変わってなくない。名前だって何を売ったの。一回戻ろっか、じゃあ里に一回戻ります。うん、もう変えてなきゃよな。え、なんか連打したんですけど、別に消え…え、でも別にそしたらさ、あれしない、鍛えればよくない今のやつ。鍛えます。うん、じゃあまずこれをさ…やべえ、ふさわしいわ、もう俺たちに。いや、何これ、ラスボスじゃないですか。ラスボスでいこう。何この俺たち自身が悪魔の化身になっていこう。あ、そう落ちちゃったんですね、ウォーなんて、うん、物語を作っていきましょう、じゃあ。でかくていいね、これ。ガーゴイル、真のガーゴイル。真のガーゴイル。ようやく完成した。42時間前のこの全部伏線だったっすね。伏線だった、こうなるまで。俺たち自身がガーゴイルとなって。しかもなんか、え、技当たりやすくなってるわ。それはねえだろ。それはないか。それは絶対ない。さすがにこれ。顔。顔か。背中。尻尾。ガッツ、決めた、ここ。あるのか。行くのか。行ってしまうのか。かっこいい。決め方で。うん、決めてる。霊竜とともに。ジャリーが制していった。いや、かっこよすぎる。うわ。これはすごいわ。完璧だった、全部2人とも完璧だったね。完璧にいきました、これ。うわー、よっしゃ、決めたか。あれを最後だけ見切ったな、完璧に。 しかもあそこで清流呼び起こすの完璧っすよ、もう。最悪ガッツリいけ、もうガッツリいけますよ。ガッツリいけるよ、これ。
かあのおっさんだな。ほら効果は。もう本当に指が痛くて動けないか、もう答えが。こんな細やかな動きしてる。右手の中指が突き指したみたいになっちゃった。大丈夫っすか。ゲーム内のオプションで頭装備の表示をオフにできます。いや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 、もうしかもあれしよう、最後全クリしたらさ、はい、アップで映るじゃん、全裸になろう、わかりました、装備の外し方今のうちに練習を、OK です、あと回復4まで、うわーその切り返しは、終わっ、決めて回復して決める、あ大丈夫、ガード、さあ最後の柿を返してダメージガッツリ決めていって、あっこれしっかり、ちょっと待って、僕三角三角三角、そう三角そして俺決めていった、裸で勝った、嘘だ、裸で勝った、裸で勝ってる裸で勝った、裸し裸で勝った裸で勝った、裸で勝った、すごすぎる、裸縛りで勝った、ほらすごすぎる、タトゥー入ってる、いつの間にこんなタトゥー入ってたんだそうでしょ、タトゥー入れた、あ、初見裸縛り、初見裸縛り、ウォーロンの神だ、過ぎた力のあるこの目を自ら封じていました。俺裸で出てくんなかったわ、切れるよマジで、いや裸でしたよ最初から最後まで、ムービーで裸じゃなかったわ、切れるよ、いやぶち切れましょう、無秩の闇に完全に支配されるよう耐え続けました。ちょっと待って、なにこれ、何この髪毛、衝撃のエンディングだ、素晴らしかったっす、素晴らしかったっすね、ちょっと特にさあのさ、はい、まあちょっとエンドロール見ようか、かっこいいなこの真っ黒の、いいっすねバックにね、シンプルでね、シンプルな光栄の、あ、裸来るぞ、おい、何これ、裸、裸来い、あ、裸が来た裸できた、ほらちゃんと入れずに、入れてる入れてる生まれたままの姿で来た、複製を追加し、私はここに残ります、あん時のちゃんと真ん中に入れといてよかったっすね、あれ、入れてよかった、チキンレッグでさ上半身ムッキムキで